ロバート・アルドリッチものすごく好きです、この人は本当、徹底的にあれ国家反国家という形で貫いた人です、じゃあちょっとそうです、政治家に、すごいもう徹底的に赤狩りっていうので、映画監督が、痛めつけられたんですけども、映画関係者みんな痛めつけられました。その中で私が、ずっと尊敬している人が2人います。1人が、エイブラハム・ポーンスキーっていう人です、この人は映画監督ですが、仲間の名前は全く言わず、共産党だったんですけど仲間の名前は全く言わず、徹底的に排除されましたが、最後の最後まで戦い抜きました。でニコラス・レイが、ニコラス・レイじゃありませんね、エリア火山が名前を全部言って、で最後にアカデミー特別賞っていうのをもらいました。その時にアカデミー賞の会場の外でプラカードを持って立ったんです。あいつは裏切り者だと言ってプラカードを持って立ってみました。私は胸を掴みました。赤貝の犠牲なした人たちというのは、避難できないんですが、この人だけには言う資格がある。最後の最後まで戦いました。もう一人言いたい人がいる、ドルトン・トランボっていう人がいます、この人は脚本家でした。この人も、名前を全く言わず最後の最後まで戦い抜きました。そのために投獄されたんです。投獄されました。共産党の仲間を、名前を全く言わず投獄されたんですね。ですが、出てきてからも、徹底的に戦い抜き、メキシコに逃げてきます。そこである脚本を書きます。これがローマの休日という脚本です。ローマの休日という脚本です、ですが名前はクレジットできないんですね。赤狩りになった人は名前をクレジットできませんので、仲間が名前を貸してくれました。で監督のウィリアム・ワイラーも、赤狩りに対しては非常に反発心を持っていましたので、知っていつつ、仕事をさせたんですね。で仲間同士で、名前を貸し合ったりして、そうやって赤狩りもしくは反、国家に対して徹底的に戦った人たちに助けたんですね。仲間が助けました。ドラトロン・トランボは、その後ジョニーが戦場に行ったっていうのを自分で脚本して自分で映画を撮りました。ジョニーが戦場に行ったっていうのは、これは戦争の質を徹底的に描いた映画です。この人はですね、結局、対策とかを、取って浮かばれたんですが、最後にローマの休日の名前をずっと出せなかったんですが、2001年に新バージョンが出ました。2001年にデジタルになった時に名前を出せたんですね。これは別な人が、アカデミー脚本賞をもらっています。ドルトラントランボはじゃなくて他の人が取っているんです。ですがそれじゃ名誉は回復できない。ですが2001年にデジタルバージョンになった時にロードショーでドルトントランボの名前が出ました。ドルトントランボが 出たんですね。私はこの人をすごい尊敬しています。ドルトントランボとウィリアム・ポロスキー、徹底的に反国家、そして名前は絶対言わない、仲間のことは絶対守る、仲間のために徹底的に戦う、この人なんかをすごい尊敬します。すみません、長くなって。すみません。はい、本気です。